者のみんな、今日はドローンで撮影だよ。すごいでしょ。今は史上最大のレース最終日の1周目を走行中。先頭を走るのはファストフィッシュ。でも待って、仲間のツインミルが猛スピードで迫ってきてる。トゥーリガンとコズミッククーペ。ちょっと待った、私のソフィア。スピードの魔術師がラフェスタをぶっ飛ばしてリードを奪ったよ。1日目も2日目も勝利を飾ったコズミッククーペをぶっちぎるには最高のスピードを出さないと。よしん？登録者のみんな、今の影見えた？なんだか私の目には。当てようか、火を吹くドラゴンだ。火を吹くドラゴン？まさか、ただの冗談だって。わお、不吉な予感。やばいって。危ない。大きな爪だわ。これはカギ爪だ。またか。動物番組見すぎだって。見ろ。おう、え、あおう、アルティメットガレージに。やめさせないと。でもレースは？アルティメイトガレージの方が大事だ。トップだったのに。中に人がいる。ええ、言う通りね。受けて立つしかない。空気が十分入ってるといいんだが、地面に落ちた時跳ねてくれるだろう。それよ。本当に？タイヤは跳ねるわ。タイヤをクッションにして受け止めるの。任せろ。落ち続けてる。なるほど、消防署は火にとって敵だもんな。さあ行くぞ。こっちに逃げて。消防員たちは町の反対側の火事を消しに行ったの。早く。退治しようぜ。どうやって？ホースよ。まさにそれだ。もうやめてって私言ったよね。なのに私たちに必要なのは猛スピード。そろそろネバードが来てピンチを救ってくれるんじゃないのか。あいつは信用できない。同感。そんなすごいやつだぞ。ヘルメットまで超イケてるし。今は俺たちで何とかしないと。成功する、信じろ。
っとしててくれよ。危ないぞ、ヒキドラゴン。リボンでラッピング。ねえ、みんなはどこ行ったの？レースよ。類まれなる過酷な環境の中での抜群の走りを称えます。その印にホットウィールシティの偉大なパワーの鍵を贈ります。ホットウィールシティの全ての偉大なパワーを解き放つ鍵です。何もかも開くことができるでしょう。ありがとう、チェーン市長。ご安心を。賢く使いますから。ご到着だぜ。私のドラゴンはイケてただろ。あんたのドラゴン。そうとも、悪役にドラゴンは欠かせない。ドレイブ！若返ってかっこよくなってる。そんなことできるのか？当然できるさ。ネバード・ドレイブン。スペルを逆にした。すぐバレると思ってたんだが。クローンなのね。というよりニューモデルだ。この偉大なパワーの鍵とテトラフレームで新しいホットウィールシティを作る。私のホットウィールシティをダンテ、さあ飛び立て。アルティメイトガレージへ。ネバードが俺たちを騙してたなんて信じられない。イケてるやつだと思ってたのに。あいつがそう仕向けたの。まんまと乗せられたってわけね。信じなくてごめんよ、クイーン。ああ、真剣に聞くべきだったよ。別にいいよ、これからも支え合える。だよね。じゃあネバードが街を破壊するかも。鍵を渡してしまったのよ。どうすればいいの？一番の得意技で戦うぞ。運転だ。早くアルティメイトガレージに着かないと。2回も騒ぎ立てるんだって。やあ、登録者のみんな、マリア G がお届けするよ。たった今ログインした人のために説明すると、史上最大のレースの優勝者、謎に包まれた男ネバードは、なんと大悪党ドレイブンの極秘スーパークローンだと名乗り出て、しかもドラゴンに乗ってアルティメイトガレージへと飛んでたんだ。ドラゴンだってクールじゃない。悪者なのが残念。でも大きな疑問がある。ドレイブンがぶっ飛んだクローンを送り込んだわけは、どんな悪いことを企んでる？なぜアルティメイトガレージに向かった？チャンネルはそのままだよ、こうご期待。とにかくぶっ飛ばしてガレージを守りに行かないと。ガレージがまだ無事なのか心配だよ。ネバードは何をしでかすかわからない。サソリも！史上最大のレースでは勝てなかったけど、こいつはきっと倒せるはず。じゃあまたあの作戦で。くねくね走行、行くわよ。目が回ってきたみたいだ。私の出番ね。ソフィア、危ない。残念。
はしっかり来るよ。逃げろ。おしまいだな。やった。こいつ目覚めたら化け物級の頭痛がするね。そうね、ここにはいない方がいい。ガレージはまだ無事みたいだ。ええ、でも残念ながら敵もまだいる。驚いたか？完全に打ちのめされたとでも思ったか？このガレージのように。嘘だろ。どうして光ってるの？私の装置に手を出したの？いやいや、進化させたんだよ。君はテトラフレームの力を分かってない。いや、分かってないのはお前の方だ。目を覚ましてさっさとこっちに返せ。なんだか嫌だって聞こえた。まだ終わってないぞ、ネイバード。いや、終わった。まだだって。終わったんだ。まだだって。終わったんだ。だからまだだ。どこかに新しい基地を作って作戦を練ろう。奴はどうやってアルティメイトガレージに入ったんだろう。全て暗号化して対策は万全だったはず。だよな。複雑だったから俺は付箋にパスワードを書いといたんだ。ああ、今ので謎が解けた。どこ向かってるの？いいとこ知ってるんだ。来てくれ。繊細な電子機器を扱う場所が水を大量に使う洗車場とはぴったりとは言えないけど、ま、なんとかするわ。手伝えることがあれば言って。ありがとう。はい、モップ。速攻で色を変える基地？色をあらわにする基地ね。塗料の分子構造の内側に隠された別の色彩をあらわにするというわけ。構造とか分子とか何が何だか。でもとにかくイケてるぜ。一人の力じゃない。誕生日プレゼントよろしく。なぜネバードがテトラフレームをパワーアップしてるのかも簡単に分かったらいいんだけど。その前に考えなきゃいけないことがありそうだ。近頃ホットウィルシティで起きた最新の奇妙なハプニングといえば、この巨大なアイスクリームがいきなり現れたことだろうね。ハイストリートとスターストリートの交差点のど真ん中に。チョコフレーバー。最新って？見に行こう。猛スピードでぶっ飛ばして。気をつけろ。避けるんだ。次はトラックよ。建物が消えたぞ。この道から離れた方がいい。保安官のバリケードだ。この先もだ。迂回しろだって。あっちだ。入った。誰がこんな道を。この私のようだ。どうやらドレーム。そうとも。お前が作った迷路か。私の話を聞かせるには閉じ込めるしかないと思ったんだ。話なんか聞くか。全部貴様のせいだ。お前が悪い。私は悪いことはしてない。この町に戻ってきたばかりだ。やったのはクローンだよ。じゃあクローンを作ったのは。それがわからない。だから話がしたかったんだ。お前がクローンで俺たちの気をそらしてまた悪巧みしようとしたんじゃないのか。ああ、ならよかったがな。違う。このおかしな出来事の謎をみんなで解ける場所が一つだけあるわ。みんな？まさかドレイブンと手を組もうってのか。やつは悪党だぞ。エリオット、敵の敵は味方ってことだ。とりあえず今だけ賛成だ。
南側から近づいていけば目の前に来るまで敵は俺たちの数がわからない。サプライズができるってことだな。気に入ったぞ。おいチェイス、奥の手を教えていいのか。また別の手を思いつく。今はやってみよう。皆殺しだ。じゃなくてフォーフォー。のサプライズは成功したみたいだ。あとは危ない。もっとでかい車がいる。それと船もね。バックだ。悪いけど絶対に太刀打ちできない。超次元級の助けを呼ぶか、ランプのせいでも出てこないと。最初の願い事は決まってる。ループを増やしてもらう。陸に移ってからどうするか話し合うとしないか。ここも陸じゃなかったのか。ついてきて。ついてくだけで必死だ。ドラゴンならなんとかなるけど、スーパーシャークは地上からは取れないんだから諦めなって感じだね。でもなんとかしてみる。サメのアクションシーンを取り逃すなんて悔しすぎるよ。ヒレが近づいてきてる。この車はファストフィッシュって名前だが、餌になるのはごめんだ。いなくなったぞ。なあみんなもビビってるか。ふう、俺だけかと思った。もっとスピード上げるよ。マカロニ。そしてチーズ。ドライブ手伝って。上から下から。まったくどこ行きやがった。どうやってるの。いいこと思いついた。でもガレージを見てから出ないと。よし、俺たちがこいつの相手をしてる間、クイーンとドレイブンはガレージへ。了解。急げよ、サメに勝てる車じゃない。あいつらもなんとかしないと。ドラゴンは任せろ。君はゴリラをインポッシブルジャンプで落ち合おう。了解。よう、そこのイケメン。猿のお尻みたいな匂いがする。ドレイブ、青い友達と一緒に向かってるわよ。フランケンファイヤーと向かってるぞ。あなたも。あれがテトラを増幅させるアンプ。だから建物が光ってるんだ。あいつはテトラフレームを使って街中から電力を吸い取ってるってわけさ。どこまでサメを連れてく。なんてフィッシュレースだ。ハイスピードの悪ふざけか。面白い。クイーンが答えを見つけてくれたらいいんだけど、このままじゃガス欠よ。街もガス欠らしい。見ろ、まさにホットウィールシティ中のパワーを吸い取ってる。なんでそんなに電力が必要なんだ。さあね。でもやたらと熱くて頭の中が溶けそう。ネバードは寒冷シールドを使って気温を調整してるはず。そうね。でもコンピューターは極端な暑さや寒さに不向きよ。サメも同じだな。天才ね。うん、ありがとう。君にそこまで褒めてもらえるとは。お返しよ。しかし、これが片付いたら敵同士に戻るんだ。最大の敵。他のみんなを助けに行こう。
情けないわ。街で一番速いドライバーなのに。二番目に速いだ。この話は後で。誰が一番速いかは決められない。自分たちじゃない。サメは鼻が弱点だ。助かったよ。お前が動物の番組が好きで。いつまでもこうしてはいられない。ああ、俺は腹ペコだ。腹ペコすぎてアイスクリームトラックの音楽が聞こえる。空耳じゃない。見ろ。ありがとう。これは何なの？冷凍光線アイスクリームトラックよ。アイスは積んでなさそうだな。クイーンはいつも万全だ。作戦は？サメを騙して地面から大ジャンプさせたところを私が仕留める。受けて立つ。で、サメを冷やすとどうしていいことがあるって言うんだ？サメって変温動物だからじゃないか。変…今なんて言ったんだ？変温動物、体温が周りの温度に合わせて変化する動物のこと。サメを急激に超低体温にできれば地面の下を瞬間移動することもできなくなる。それじゃあスカイパスに向かおう。いい考えだ。スカイパスは高いから俺たちを襲うと大ジャンプするはず。捕まえてみな、サメ坊や。今だクイーン、仕留めろ。私は地上を離れられなくてもドローンがあるからね。 G ライドの活動再開。私たちが生きてる間は凍ったままかも。お寿司食べに行かない？今はいいや。料理しなきゃならない魚がまだ残ってる。悪い魚が。迎えに行くぞ、ネバード。俺の気のせいか、それともサメを凍らせて以来世の中おかしくなったのか。気のせいじゃない。頭に注意だ。あれってフリッツよ。遊園地のマスコットのフリッツ。それがなんでここに。それよりも問題は、人はなぜ遊園地なんてつまらんものを作るのかだ。気をつけて、ロボット犬よ。待って、ロボット犬。明らかにもともとこの辺りにいたんじゃない。道路がこんなめちゃくちゃじゃ洗車場に着くのが大変だ。テレビゲームをしてるみたい。テレビゲームと違うのは一度死んだら終わりってこと。これもネバードの作戦か。わからない。アルティメイトガレージにテトラフレームのアンプがあるのは見たけど。作戦としてわざと道路をおかしくしたのか、たまたまこうなったのか。いやあみんな、今日のホットウィールシティはどうなってんのかな。穏やかな一日みたいだったからママに食料の買い出しを頼まれたんだけど、通りが突然とんでもないことになってる。このでっかいビーチボールを見てよ。騒ぎの理由を知ってたらダイレクトメールかチャットで私に教えて。奴のせいで宇宙に亀裂が生じてる。なんだって。なんでわかったの。この異変よ。原因は街の中にはない。誰がどこでいつ起こしたのか、それは不明。巨大ザメにしても100万年も前に絶滅した生物が出現するのはおかしい。100万歳なんてめちゃくちゃ強烈だ。きっとネバードはホットウィールシティ中を征服するためにでっかいものを集めてるんだ。奴を食い止めないと。必要なのはとにかく猛スピードよね。受けて立つ。前から言ってみたかったんだ。
だんだんこいつらにムカついてきた。でもサメはまだ凍ってる。今はもう違う。お寿司にしちゃえばよかった。サメの先にはサソリがいる。協力してるのか。じゃあバラバラにしないと。そうね、仲間割れするように仕向けよう。よし、エリオットはゴリラだ。待ってろデカザル、今行くからな。クイーンはサソリを、ドレイブンはドラゴン、ソフィアと俺はサメの面倒を見る。最新の敵には最速の車ね。サメのところで落ち合おう。あと一息だな。ああ、ゴリラ用のメガネをかけろよ。周りのループを走ってやる。そこじゃない。超滑らないタイヤだ。ワッホー、捕まるもんか。強敵だ。悪党が1点獲得。どうもご親切にありがとう。イチャついてるところ悪いんだけど、サソリと私がもうすぐそっちに着いちゃう。私のタイヤが狙われてる。怖がらなくていい、モンキーマンがついてる。ここに。さあ行け。下敷きになるぞ。タッチ鬼だぞ。もうスピードだ。まさにこういうのがチームワークだ。ああ、4匹の化け物を倒して残るはクローン1人。よし、いよいよ。シティの偉大なパワーを全て私の自由にしてやる。
いないぞ。あそこよ。テトラチャージャーを作ったのね。まずいよ、ピンチだ。でもいい考えがある。登録者のみんな、街がおかしなことになってるから戻ったよ。ネバードが一段とパワーアップしたクーペでホットウィールシティをドライブしながら何を企んでるのかは分かんないけど、誰にも止められない。でも待って、ホットウィールシティのヒーローたちだ。ネバードを止められるのはこのチームしかない。いけ、ホットウィールヒーローたち、ゴー。こいつを食らえ。準備 OK、 行くよ。行けソフィア。お手柄だ。ホットウィールシティを救ったぞ。偉大なパワーが全て戻った。でもどこだここって。それより今はいつ。いつの間にこんなところへ。それに一体ここはどこだ。私たちのホットウィールシティに見えるけど違う。ここはきっと別の宇宙に存在するホットウィールシティよ。完全に別の町だ。みんなでネバードを阻止しようとしたら、次の瞬間ここにいた。この世界だろうがあの世界だろうが関係ない。とにかくこのままネバードをほっとけない。そうだ、ネバード、奴を見つけてなんとか戻らないと。なんだ、え？今は大急ぎで止めなくちゃ大変よ。テイレックスがこっちに来る。ここにはいられない。交渉 1,2 の3でみんなチリチリに走り出せ。明暗ね。一度に5箇所は踏み潰せない。 1,2 の3。ところで今俺はどこを走ってるんだ。どこにしても私とは違う場所だ。私たちのホットウィルシティよりここの方がずっと広いけど、似たところもあるぜ。みんなが知ってる場所で落ち合おう。例えばメガタワー洗車場は。賛成だ。いいわね。見つかるかな。じゃあ後で。誰かさんが戻ってきた。足元気をつけて。困ったわ。どうもここから先には逃げられないみたい。
後戻りするしかなさそうね、トゥーリガン。あの速い車は誰？大丈夫？あなた誰？クイーン？まさか私の方がクイーンよ。本当に？じゃあ独立したニトロエンジンを加速させるのに最適なギア比を答えられる？ねえ、それが何？私はただ早く走りたいだけ。私にそっくり。でも中身はソフィアみたい。よし、見覚えがあるわ。メガタワー洗車場はここを過ぎてすぐ。危ない！ちょっと何様のつもり？私？俺のはずがない。俺ならこんなこと絶対しない。なんで？面白いぜ。ぶっ飛ばしたいんだったらそんなことをしても無駄だ。ぶっ飛ばせ？俺の言いそうなことだ。ちっとも似てない。オーイエーおお、メガタワー洗車場は元の世界のままだ。心配するな、中身はぐんとアップグレードしてるから。私たちって初対面よね？それとも会ったことある？見てよ、別の宇宙に双子の姉妹がいたの。ドッペルゲンガ双子だらけだ。ねえ、いい子そうね。また、エリオットは？エリオット？なんでエリオットがどの宇宙にいるか気になるの？友達だから。この世界じゃ友達じゃない。ここでは悪の天才の手先だからな、ネバードさ。なんでって？邪悪なクローンに？待って、どうしてネバードを知ってるの？私たちがテトラフレームで閉じ込めてるのに。説明は後だ、仲間のエリオットに教えないと。分かったわ、まずは見つけるのが先ね。任せて。見て、双子が3組も。クローンが大流行りだな。それにしてもどうやってパラレルワールドに来たのか。何らかのワームホールを通ってきたはずだが、覚えてることないか？うん、ネバードがテトラフレームを盗んだのね。それで猛スピードでカーチェイスをしてるうちにこっちの世界へ。どうしてわかった？やつも怪物たちも捕まえたつもりだった。もう一つのホットウィールシティへ行ったなんて思わずに。テトラフレームで強力な扉にしてたのは、ネバードに街を征服させないために。永遠に閉じ込めたくて。悪いニュースを伝えるのは辛い。だけどネバードが戻った。エリオットを見つけないと。見覚えのある場所だぞ。メガタワー洗車場はもう近いはず。おお、これこそまさにアルティメイトガレージだ。よう、気に入ったか？もちろんだって。すげえ、すげえ。ちょっと待てよ、まさか名前はエリオットか？マジか、どうなってる？ぶっ飛んでるぜ。エリオット、双子の兄弟ができた。いや、それ以上だ。ああ、まったくだ。やばい、エリオット、ここから逃げないと。安心しろ、エリオット。こいつは味方だ。味方？ああ、お前と俺とそれからネバード？
エリオットを取り返さないと。そのためには猛スピードを出さなくちゃ。一緒、うん、信じられない。同感だ。お前がネバードの味方なんて嘘だろエリオット。それの何が悪いエリオット。ああ、どこへ行く。いやたった今洗濯機の中にチーズバーガーを入れっぱなしだったのを思い出してさ。私の好物はチーズバーガーよりブリートだ。ドレイブン戻ってきてくれたんだな。ならエリオットを説得するのを手伝ってくれ。ネバードの仲間だなんて。では私で2人目だ。え、まさか君も仲間になるか。もしくは。もしくは助けが来るかだ。チーズだ。そうはさせるもんか。そんな、やめろ。行くわよエリオット。恐竜が悪いエリオットに構ってる隙に。車は踏むな。しっかりしろ。俺をよく見ろ。やめろって。俺は味方だろ。よせ。ドレイブンはどこ。道の反対側に車を止めた。敵に寝返ったんだ。この通り。お前たちが欲しい車が全て揃ってる。名車の独り占めだ。最高にイケてるなドレイブン。実に見事だ。私はいい味方を見つけたようだ。だが私の双子はどこにいるんだ。こっちのホットウィルシティのドレイブンは。我々のドレイブンはテトラフレームでワームホールを強化しパラレルワールドへのドライブを可能にした。ああそうとも。それからクローンのネバードを作って自分は冒険に旅立った。私の双子はまさしく悪の天才だ。まあある程度はな。そんな過去の話より、屋上に私の新しい友人が。いい？作戦はこうよ。チーム最高の2人のチェイスとクイーンと私の役割は見張りと悪人の気をそらしておくこと。チームもっと最高のクイーンの双子とソフィアとエリオットはアルティメイトガレージの敷地に監視カメラを仕込む。そうすれば敵の施設の仕組みが分かってネバードを倒す方法も見つかるはずよ。でもなんで私の名前はクイーンの双子なの。クイーンクイーンじゃなくて。それはじゃんけんで負けたからでしょ。集中できるか。最高。これが見えてる？ドレイブンがネバードを手伝ってるぞ。ひどいことになった。しかも予想はついてたわ。ちょっと下を見て。悪いエリオットよ。ネバードのラボに向かってる。何があるのかな。確かめよう。チーム最高、レーザーフェンスが解除されたら滑り込むぞ。ネバードのでかい友達に注意しろ。了解、行こう。いよいよ始まりね。あれが見えるか。ヘッドライトだ。捕まえてみな。捕まえてやる。作戦成功。ネバードが引っかかって
レーザーが解除された。今がチャンスよ。よーし、潜入だ。いいか、化け物どもの相手をするんだ。できるだけ長く。ついてく。魚は勘弁。エリオット、車酔いしちまう。気の毒だな。悪党なんかになるからだ、エリオット。青いケブクゼラ君をずっといじめてたいけど仕事があるの。最後はゴリラを呼吸困難にしておしまいね。賛成。やったね。今回は引き分けね。監視カメラを先に仕込んだ方が勝ち。いいね、乗った。本部に行かないと。ネバードに気づかれる前に監視カメラを作動させるんだ。任せて。エリオット、クイーンとソフィアの双子たち、サソリを引きつけよう。エリオット、これで捕まえたぞ。この道の先は行き止まりだからな。おっと、いいこと聞いたぜ。おい、ずるいぞ。こんな時チェイスならどうするだろうって考えた。いい友達がいたおかげで助かったぜ、エリオット。ツインミルの巨大害虫駆除カーがやってくるぞ、ソフィア。邪魔すんだ、この育ちすぎのイモリめ。くねくね野郎から友達を助けるんだ。おっと、間一髪。そっちに魚が向かってるぜ。みんなを手伝ってサソリからソフィアを助けに駆けつけるぞ。ネバードがテトラフレームをどこに使ってるのかカメラで見つけなきゃ。思い出して、私たちはハイテクの天才よ。はい
はい、じゃあこのデカ魚を振り切って戻ろう。どこで？不可能なジャンプ台だよ。サメはジャンプが得意だって分かってるわよね。でも着地は簡単にはいかない。これは電気会社のビルだ。でっかい電磁石みたいなもんだからすり抜けられない。やっぱり天才だわ。お手の物ね。メガタワー洗車場に戻りましょう。あのおせっかいなレーサーどもを侮るなと言ったはず。奴らと仲間になって優れた技をたくさん身につけた。そして賢さもな。手伝ってくれ。もちろん。何をしたらいい？テトラフレーム一つでも強力なら、ホットウィールシティ中の全てのテトラフレームをかき集めればどれだけ強くなれると思う？私は無敵だ。なあネバード。なんだ？ガレージのそこら中に小型監視カメラを取り付けたのか？え？いや、なぜ？なぜって、ガレージ中が小型監視カメラだらけだ。なんだと？出るぞ。ほら急いで各エリアをスキャンしてテトラフレームのありかを見つけないと。そうか、連中は監視カメラを仕掛けに来たのか。なるほどな。ただじゃおかん。わ、アルティメイトガレージには独自の修理工場がある。すごい。クイーン、集中だ。まずい、見ろ、カメラがバレたぞ。いだ、なんだよ、笑ってたら許さねえからな。まさかそれで精一杯？失礼なこと聞いた？踏ん張ってソフィア、応援に来たわ。ああ、また外された。待って、これは何？拡大して。炎が見えた気が。キラキラしてる。試しに赤外線で。テトラフレームよ、あった。いいぞ、他も探そう。ああ、うわあ、エリオットが一番近い。ソフィアを助けろ。サソリは私たちが引きつけておく。飛び乗る準備はいいか？オーケー、行くわよ。大変。イエーイ、よっしゃ、行くよ。ソフィアをいじめるのは許さない。どっちのソフィアも。サソリの毒針は何本あるんだっけ？無事でよかった。よっぽど痛かったのね。サソリはこっちに近づこうともしないわ。ここにいる命知らずたちが全部片付けてくれたの？それが俺たち流さ。そうだろ、クイーン、クイーン。そうね、悪い方じゃない、エリオット。カメラはどうなった？全部見つけられて使えなくなった。だけどそうなる前にテトラフレームのありかを見つけておいた。さすがだな。まったくもう。やった。でも敵のアジトにどう潜入するか考えないとね。
同じことを考えてるか。忍び込むなら隠れ蓑は化け物、みんなが入れる大きさのトロイの化け物か。あなたたち2人とも天才よ。でも作れるのか。ここにいては無理。俺たちも手伝わないとな。早速やろうぜ。本当にできるのか。ま、見てて。なんて楽しい仕事なんだ。ジャンプしようぜ。遊んでる場合か。アルティメイトガレージへ忍び込むための隠れ蓑の材料を集めないと。いい、まずは重い油圧式リフトを手に入れるよ。ああ、消防署の整備士にはいつも応援がついてる。面白いこと言うじゃないか。それにここで一番の近道はジャンプだ。カットだ。よっしゃ。としててリフトが手に入るのか。2人のソフィアが消防署でお前の助けを待ってる。ねえ、2人で猛スピードで走ろうか。そうね、2台がドラゴンを引き止めてる間に材料を手に入れられる。だったら任せて。でっかい緑のウロコくんはどこ。隠れてないで出て。あの頃にもう一度戻りたいもんだ。ああ、出直せよ。クイーンの借り物競争の次のブツは、ブローオフバルブ。初めて三輪車を漕いだ時からあまりにもスピードを出しすぎて他の子がみんな遊び場から逃げちゃって。それじゃあまるでソフィアだな。ソフィアが3人いるってことか。見て、ガソリンスタンドにバルブが。インジェクターは OK。 あとは1.4 センチのソケットレンチよ。どうも。悪いけど、どうも。フロントターボチャージャー、リアターボチャージャー。よし。あとは他の材料を待つだけか。お待たせ、天才ツインズ。材料だぞ。は、早かったわね。
私たちを探すために送ってきたのよ。秘密基地の場所を知られてはダメ。トンネルがあった。よし、ソフィア、猛スピードで飛ばさなきゃね。すっかり私みたいなこと言っちゃって。マカロニチーズだな、こりゃ。私たちはこう呼ぶ。アルティメイト T-REX キャリアカー。なんて呼ばれようと半端なくすごいぜ。輸送モードにする前に、これから恐竜モードをお目にかけるわ。ネバードとドレイブンが怪物を使って探しに来た。怪物総動員、やばいよ、マジでやばい。車を積んで恐竜に化けてアルティメイトガレージへ向かおう。車は固定される。全車一斉に。出発よ。出来栄えはバッチリ。あとはこれで敵の目をうまく欺けるといい。またテレックスだ。これもネバードの仕業か。そんな、俺の車が。転送成功。前方にレーザーフェンスだ。プロを騙せるか挑戦ね。がいつまた来るかわからないし、レーザーフェンスも解除されないよ。大丈夫、恐竜モードですぐ解除。いいか、今からこのキャリアカーの底力を見せてやるぜ。しっかり捕まってろ。おい、いい感じ。ここに行けてるキャリアカーだな。二人とも天才だ。でしょ。だよな。行くぞ、突入だ。最大級の恐竜だからな。その名の由来もトカゲの暴君の王だ。こっちの世界にも動物番組が見てんのか。ねえ、敵がその番組を見てないといいね。もし見てた場合に備えてスピードを上げてくよ。いい、テトラフレームは強力すぎて動かせない。だからコントロールチップを手に入れる。出発よ。まずはエリオットの出番だ。いや、俺だ。悪いエリオットだ。ああ、悪者のアジトの中に入れろ。エリオット、その顔どうかしたのか。悪い男に化けてセンサーを騙す。そう、だけど手のひら認証だよ。顔は関係ない。ああ、なるほどな。道理で俺だ、悪いエリオットの手だ。中に入れろ。まったく。悪いエリオット。よし、で頼んどいた超大事なサウンドチェンジャーはつけといてくれたのか。はあ、ああ。いい仕上がりだ。ここについミルを置いてくのは嫌なんだけどな。悪いわね、エリオット。車のエレベーターもガレージも最上階に行かないと使えないの。中に入るには手のひら認証しかない。了解ラジャー。じゃなくてロジャーダッジャーだった。集中しろ俺。
ネバード、下にいるのは新しい化け物？ドレイブン、下を見ろ。新しい化け物だ。ネバード、鋭いな。いや、とても賢い移動用の隠れ蓑のようだ。かっこいい。え？あ、いや、全然かっこよくない。ああ、残念ながら我々に破壊される。まだか、エリオット。ここで待ってるのは危ない。もう少しだ。ループだらけで。こいつは見物だ。チェックしに行ってこよう。エリオットに頼もう。使い捨てできる。よっしゃ。待て、何？行け。不満があるならエリオットと行け。不満などない。ラボを開場します。いや、どうも。でももっと他に頼みが。パーティー用の照明に。じゃなくてバーチャルの番犬を作動。よせ。ガレージの扉が開きます。エレベーターが使用可能。やっとできた。みんな入れるぞ。やったー。よし、待ってろよエリオット。よう、エリオット、いい服着てるね。まあな。逃げるぞ。なんだよ。ラボに行かないと。チップを手に入れる。化け物をできるだけ引きつけておくわ。
できてるといいけど、急がないともう時間が。急がないとって言った？クイーン、ゲットしたか？ええ、チップはここよ。できると思った。あとはソフィアさえ見つかれば。おーい、あー、ヤッホー、こっちだよ。誰か助けて。これはこれは元気かね。